You're listening to Shibuya Cross FM。 2020年2月28日金曜日夜8時を回りました。こんばんは、水原ゆきです。今日も始まりました、水原ゆきのみなラジオ。もう今日はすでに目の前にまあ、いらっしゃるんですけども、まあ、触れずに行きましょうということで、今日私今キリンをかぶってるんですけど、まあ、ちょっとキリンの日も作ってみようかなということでかぶってるだけなので特に意味はないです。はい、そんなわけで今日もタイトルコール行ってみたいと思います。水原ゆきのみなラジオ。この番組は普段はお芝居をしている水原ゆきが呼びたいゲストさんを呼んでつながり、やりたいことをやり、いろいろコーナーをやり、皆さんとひたすらに楽しんでいく発展途上ラジオ番組になっております。そしてですね、今日ちょっとお知らせがあるんですけども、なんと私が出演する4月戦国バサラの舞台のビジュアルが公開されました。公式ホームページとツイッターの方でそちらの写真の方、ビジュアルの方載ってますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。とあとですね、明日私29日にミューのライブに出演ということだったんですけども、そちらがちょっと中止になりまして、で中止になった代わりにライブ配信するということで、YouTube の方で生放送ライブ配信を明日の14時からやるそうなので、皆さんぜひぜひそちらの方に私もゲストで出演しますので、そちらの方ぜひぜひチェックしていただければと思います。それからですね、私が目の前の人が気になりすぎてちょっとまあなんか途中から入るのが嫌だったみたいなので、まあまあまあ、まあ置いといて、私がいつも言っているミナクマ、 LINE スタンプのミナクマ、今第4弾まで LINE スタンプ出てるんですけども、いつもラジオの後にブースの方でステッカー配ったりとかしてるんですけど、ちょっと思いつきでですね、ミナクマの公式ツイッターもしくは公式インスタグラムを作ることになりました。でそれで何をするかと言いますと、まあその、まあ、LINE スタンプでしか登場しないミナクマに、まあ、なんかその、まあ、職業のいろんな職業の服だったりとか、今後オリンピックのスポーツのユニフォームだったりとか着せたりとか、まあ、いろいろブランドの服を着せたりだとか、そういうのしていろいろなんか発信していこうかなと思っておりますので、皆さんぜひぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。そんなわけでですねもうちょっと早速目の前のこのゲストさんを紹介しようかなと思います。もうちょっとなんか話そうかなと思ったんですけどあまりにも気になりすぎるので、はい、というわけで早速紹介したいと思います。今日のゲスト、中磯芳雄さんです。こんばんは、お願いいたします。お願いします。はい、ビデオグラファー、そしてカメラマンの芳雄さん、ビデオグラファーといってもあれですよね、いろんなアーティストさんのミュージックビデオだったりとか、ライブの写真とか映像を撮ったりとかしてるってことですよね。ミュージックビデオが多いですね。が多い、はい、映像だとでなんで私と芳雄さんがこれ知り合いかと言いますと、特になんかお仕事を今一緒にしたとかじゃないんですけど知り合いの俳優さん、共通の知り合いの俳優さんがいて、その人も結構変わってる人ですよね。いや、まあ、俳優らしくないですか。もうめちゃめちゃ俳優らしい、俳優のど真ん中っぽい性格、ね、俳優のど真ん中らしい性格。もう私の周りには全然あんな感じの人いないんですけどその人にたまたま私がなんか来週の何日かにちょっと天才二人と会うからおいでよみたいなこと言われて、いやこんな変わり者が紹介する天才二人って誰やねんって私からしたらなって天才って呼んでくれたのって言ってましたよ。うん、嬉しいな。いや天才二人とゴールデン街で会うからちょっと顔出しないよみたいな紹介するかって言われて、あ、じゃあそれだったら行きますよって言って行ったら、いたのがうちの一人が芳雄さんっていう。そうですね。ね、いやでも話してみても確かに変わってんなって思いいや、そう思ってたんですよ。思いますよ、思いますよ。もうめちゃめちゃ思ってますよ。めっちゃキリンやってる人に言われたキリンはね、なんか2ヶ月に1回ぐらいこういうキリンかぶってる日もありかなって思ってね。2ヶ月前もなんかやったんですか。いや、何もやってないです初、今からどんどん2ヶ月後ですか。そう、初キリンです。じゃあ次は3月終わり。3月、そうですね、3月に4週目ぐらいか。2月今4月は私、1ヶ月丸々お休みなんで、クロス FM
舞台の本番があって、あ、お忙しいんですね舞台の本番があるので、うう多分まるまるお休みになっちゃうので、まあ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 、3月末にもう一回これ被ると思うんですけど、まあなんかまあちょっと被っててちょっとよくわかんねえなって今思ってるから、ちょっと続けるか続けないかはちょっとまあさておき、あのクロス FM のあの女の人にも負けてないですね、あの髪色のちょっとあのマイクあの近めで置き場所いやなんか音量どうしていいかわかんない、いや音量大きい方がいいですよ、まあうん、そうなんです、あの今日ねガラス越しに来てる方もあのやばいやばい、外だとちょっと割と聞こえにくい時もあるんで、あの大きめに喋ってもらえれば、あはい、あいやいやね、はい、そんなこんなで、あの吉尾さんに来てもらって、じゃあ私がね吉尾さんラジオ出てくださいよって言ったら、お全然出ますよみたいな感じだったんですよ。いやタイミングがうまかったね、あれは。あ本当ですか。いやもう あのちょっとお酒入ってたじゃないですか。あそうですね、何言ってもあれ OK 出てたからいや翌日あれなんかそんな話したようなみたいな、ちょっと確認のメールしましたもんね。あはい、しました。そうそう、で出てくれるんですよねっていう話をしてて、そうで OK もらったんで、あ出てくれるんだって思って、軽くじゃあどういう風にしますって言ったら、私はそう吉尾さんの紹介をいろいろしていく、基本そうなんで、そうですよね、ゲストさんこういうゲストさんで今こういうことやっててみたいな、そういう話をするんですけど、あなるほど、もう今日はでも吉尾さんが あの吉尾さんがおすすめのアーティストさんを そうですね、いっぱい紹介したいっていうことなので、今紹介されるまでに至ってないと自分で言う、いやいやいや、そんなことないですから、他の人に逃げた感じです、ね、いやいやそんなことないですからそうということなので、はいはい、早速なんですけども、今日の1バンド目、はい、1バンド目ちょっと紹介したいなと思うんですけど、先に曲聴いてもらえます？はい、お願いいたします。はい、はい、それでは今日の1曲目聴いてもらいたいと思います。チャイさんでフューチャー。中磯よしおの、あ、違う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 、それでは聞いていただきました、チャイさんのフューチャーでした。もう雑な、違う違う、雑な振り、下手くそでしょ。そのコーナー後ですから。ああ、そうかそうかそうか、はい、で、あのあこのコセハガールズバンドチャイさんについて、あのよしおさんがあのもう語り尽くせるということなのでということでね、はい、ちょっとチャイさんについてお話ししていただけたらなと。なるほど、はい、こういう話が一回止まった状態でチャイをもう一回、はい、いやもうねチャイってすごいんですよ、はいね、それは皆さん分かってると思うんですけど、はい、あの一言言いたい、あのねツイッターのチャイの紹介文が、はいはい、個性派ガールズバンドみたいな、あ見ました見ました、あれネバーまとめを見たでしょ。あ見ましたあのウィキペディアも見ました。いやあれね、あの結構言われがちなんですけど、はい、あのいやそんな枠じゃない、あそんな枠じゃない、そもそも、はい、日本の宝です。あチャイは吉尾さんから見たら日本の宝いやまあ僕からじゃなくて、うんうん、まあ誰から見ても誰から見ても日本の宝、うんうんうん、いやなんかね、いやすごいんですよ。すごい、ちょっとすごさを語ってもらっていいですか。いやまずね評価のされ方がすごい。あーなるほどなるほど。僕割と音楽好きっていうか、はいはい、まあ、割と音楽業界近い人間なので、はい、いろんなアーティストさん私教えてもらいましたもん、ね、だけど、はい、なんかすごすぎて、なんか世界規模のなんか日本人初みたいなのがいっぱいありすぎて、おーえそれチャイさんと吉尾さんは、うん、私仕事で初めてお会いしたって感じですか。もともと知ってたとかじゃなくて、ライブの現場で、で、まあ、2、3年かな、はあはあ、なんか日本だと結構一緒にねやらせていただいてるんですけど、うん、もう何が起こってるのか分かんない。あなんかでもいろいろ謎に秘められてるんですよね、あのみんな年齢非公開だったりとかそうね、なんで笑ってるんですか。そういう謎に秘められてるいやそういうニュアンスで年齢隠してるんじゃないと思うんですけどそうでも多分まだあの、うんうん、ね、あの私のお客さんとかも、うん、リスナーの方とかも、うん、チャイさんをなんかまだ聞いたことないみたいな人も多分いらっしゃると思うんで。ああそうですよね。そういやもうチャイは、まあ、そのネオカワイイをですねコンセプトに、まあ、あね、こうネオカワイイ書いてあった、ね、なんですかね。ウィキペディアですだネオかわいいってむしろでもなんだろうっていう感じなんだよ。あまあまあそうですね。そういやネオかわいいはいやあの概念としては僕分かってる、分かってない、あの分かってないっていうか分かりきってないっていうか、はい、
いや幅広いっていうか、うん、幅広いなんかね、言葉に出してしまうとね、すごいチープに、僕が言葉に出してしまうとすごいチープになるので、あ、言葉で聞くよりもまずチャイの曲を聴けと、ね、そうそう、いや、まあ、曲とやってることですね、やってること、うん、いや、なんだろう、身をもってなんかね、うん、日本のちょっと価値観変えるみたいな、なるほどで世界にどんどんっつって、なんかあれ、自分のコンプレックスを売りにしてるみたいな、なんか書いてませんでしたっけ、自分をコンプレックスに売りにして、いや、それは、うん、あー、むずいね、それむずい吉尾さん、なんかあと3分でチャイについていや、コンプレックスはまあ誰でもあるじゃないですか、はいはいはい、でもそれをなんかマイナスに捉えるんじゃなくて、もうそれも個性だよって、アーティスティックだよみたいな、うんうん、そういうことなんですよ。だからもう自分、あー、なんかね、背低いなって言ってうーんってなってんじゃなくて、背低いんでなんか壁とかなんか、ね、天井とかぶつかりづらいよってハッピーみたいな、あ、もうすべてをポジティブに変えていく思考めっちゃ今チープな言葉だった、 やばすぎる、怒られるなこれはなので、俺チャイについて6時間ぐらい語り尽くせるよって言ったからちょっと丸投げしたんですけど、今私がすごい冷や汗かいてるんですけど、いや、でも、いや、本当チャイはもう日本の音楽史は当然だけど、世界から見た日本の音楽史の中に絶対名前を残すバンドなんで、まあ、今僕の感覚としてはチャイはもう世に残さないといけないと思って接してるんです、はい、だから、まあ、ドキュメンタリーじゃないけど、なんか記録の要素として今チャイに接して、まあ、いろんなことをね、うん、でもそのチャイさんは、はい、なんだろう、まあ、チャイさんもそういう覚悟を持っていろいろやってるんで、はい、なんか僕に対して、まあ、例えば病気で疲れてる時とか、うんうん、まあ、その大げさな話だけど、極端な話だとトイレの中でも撮っていいよみたいな、イエーイ、そんな感じで言ってもらえるんですけど、ああ、もう、まあ、それはそれめっちゃ嬉しいし、まあ、ある程度信用してもらってるなと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど、実際にそのライブ後とかちょっと疲れてる時に、まあ、実際それにカメラを向けれるかどうかで、ちょっと自分でちょっと弱さっていうか、はあはあ、それを向ける勇気が持てない時があって、いや、それは向けましょう、そうそうそう、それは向けましょ う、 そう、でも、なんだろう、それを撮ってる、まあ、そのアーティストとはコミュニケーション取れてるけど、周りから見たら、うん、こんな時も撮ってんなみたいな、なんかそういうのも考えてしまった、あ、まあ、ちょっとカメラマンとしての弱さがあるっていう懺悔をここで、ここでここで、いや、でも絶対それは撮った方がいいですよ、ね、もうチャイさん的には、わかるわかるわかる、まあ、表に出すかどうかじゃなくて、うん、まあ、そういうの残していきたいなっていう、ね、うんうん、今年の抱負です、はい、今年の抱負チャイさんに対しての今年の抱負、まあ、チャイさんに、うん、じゃなくともね、本当に、いや、もう、いや、肌、皮膚感覚でね、皮膚感覚で分かってほしいっていうのがあれなんで、なるほど、はい、三原由紀絶賛のチャイをどうかよろしくお願いしますいやでもこんだけ勧められたんでね、私もちょっとこれからチャイさんはいっぱい聞いてみようかなと思うんですけど、はい、はい、でもチャイさんについて のお時間が15分までって終わりました、今日のタイムスケジューリングがもうさっき楽屋ですごかったんでもうコーナーに行かないとここからの吉尾さんのおすすめアーティストが紹介できないんで、あ、そうですね、はい、はい、なのでちょっと早速吉尾さんのコーナーに行きたいと思います。ズンツクタンタクトントコバン、中磯芳雄のおすすめアーティスト解説コーナー、よっよっ、ナイスナイス、というわけで、はい、先ほどもちょっと言いましたけど、芳雄さんがご紹介したいおすすめアーティストがいっぱいいるっていうことなので、はい、はい、早速こう順番にこう4曲5曲ぐらいあるので、そうですね、はい、ちょっと順番に流しながら解説できればなと思います。素敵、はい、はい、まずお一人目が、パスピエ、パスピエです。はい、パスピエ。はい。はい、ちょっとじゃあ曲の方いっちゃいます？はい。はい。じゃあちょっと曲の方流れますかね。パスピエさんのマダラっていう曲ですね。はい。この曲。この曲、まあ新曲なんですけど、はい。ちょうど先日、まあ10周年、結成10周年記念公演があったんですよね。はい。うんうん、まあ祝いっていう、アルファベットの E。アルファベットの E に。次 Y。はい。アルファベットの Y、はい、で、E で、祝い、祝い、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれだちょっと伝わってるかどうか分かりませんけどそれで祝いっていう楽ね、ちょっとおしゃれな、 でもパスピエさん、私もちょっとおすすめされましたよね。いや、そう、これで、そう、ね、演技する人だからと思って映像の話を、はい、ね、毎回するんですけど、はい、
まあ、基本映画僕好きなんで映画の話しようと思っても大体見てないっすよね。見てないとかでちょっとあのここでディスるのやめてもらっていいですか。公開処刑みたいな。でもあれは見ましたよ、うん、この間の韓国の、ね、パラサイ ト、ね、はい、見ました見ました。でその話もまたちょっとまだできてないですけど全然、ま、感想を、はいはい、で、はい、まあ、このね、マダラめっちゃ、あ、そのライブ、うん、まあ、ホールみたいなところでやったんですけど、はい、めっちゃ豪華でストリングス入ったりとか、パーカッションとか、うんうん、あとね、ハイファナさん、うん、ハイファナさんっていうアーティストの方とですね、あ、まあ、コラボして、はい、もうすごい豪勢にやってらっしゃいました、うん、へー、いや、ほんとね、あの MC、うん、やっぱ10周年、なんか 10年連続でなんかやったことあります？10周年すごくないですか。まだ、だって私お芝居始めてもう10周年経つか経たないかぐらい芸歴10年なんですかみたいな、なんかそのはっきりわかんないですよね。どれがデビューなんだろうみたいな、まあ、うん、みたいなところがあるんで、あ、まだでも10年ぴったりこれやってますみたいなのはないかも。あですね、なるほど、はい、いや、まあ MC、 あのライブもちろん曲もいいんですけど MC 僕グッときちゃってちょっとマジ涙しました。あ、パスピエのライブは MC も超いいと。いや、もちろんずっといい。あ、なるほど、うん、そう、でもあのポンポン行かないとあの吉尾さんの時間、タイムスケジュールが、はい、はい、まあパスピエ最高です。パスピエ最高、はいめっちゃチープになってしまった。あの今日語ること考えてますよね。あのちょっと、あ、じゃあ、はい、あのね、パスピエのね、あの、はい、そのボーカルの夏希さん、めっちゃステージングが上手。あのピンボーカルで何も持たず歌ってらっしゃるんですけど、結構難しい、やっぱ楽器やる人より、はい、なんかパフォーマンス難しいんですけど。あ、そういう感じなんですね。マジ夏希さんはあのはもう入るとき入るし、隠れるとき隠れるの上手だから、バンド全体がねすっごいよく見える。あー、なるほど。あ、それなんか面白いですね。本当にプロフェッショナル。でもピンマイクっていうのがまず面白い。ピンマイク、え、って今言いませんでした。ピンマイク、ピンマイクって、あれ、ここ、あ、ピンマイクって、あ、これだっけ、あ、これはこう持ってるってことか。あ、びっくりする。あ、そうか、あ、まあ、そうか、何にもない状態でね。あ、なるほど。なんで、まあ、ちょっとステージングとか困ってる人いたら、はい、パスピエ見てください。まずパスピエを見ると、見ろと。はい、わかりました。はい、じゃあちょっと続いて、はい、この和太鼓集団オリジン、はい、はい、春のきらめき、流れますかね、和太鼓集団。私でもこれはまだ聞けてないですね。流れてます？あ、流れてます、今。あ、流れた、流れてますね。和太鼓見たことあります？はい、和太鼓ちゃんと見たことないです。なんか今から和太鼓来ます。ここで、え、あ、ここからこの世の中的にってことですか。世の中的に、世の中的に和太鼓はこれから来るらしいです。あ、もう、いや、なんかね、これあの保育士さんとか、はい、なんかそういった人たちであの、うんうん、やってるんですけど。あ、へえ。マジね、見栄え、映えがすごいし、はい、あの実はこれ音源あの本舗初公開なんです。え、そうなんですか。先日レコーディングして、はい、僕その現場で見てたんですけど、はい、だからこのオリジンのメンバーも今これで初めて聞いてる。マジですか。それはすごい。このミナラユキのミナラジオのために撮ったようなものです。で、初公開ですか。はい、え、これは吉尾さんは何で関わってたんですか。あの、一緒に頑張ろうって言って一緒に。じゃあでもそ の, あの風景を撮ってるとか、現場を、そ う, そ, う、まあ、そういうのとかね。あ、現場の写真を押さえたりとか、映像撮ったりとか。はいはい、なるほど、はい、これ流れてますよね。あ、いい音が、ね、してますよ。今これキリンのせいなのか、あんまり絶対それです。はい、なるほど、まあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本舗初今回。はい、じゃあちょっと次、スリーグラス。はい、間違えてます、サングラス。サングラス。サングラスですね、はい。そうだ、これ流れますかね、これだ。いい、めっちゃ爽やか。めっちゃいいですね。あ、めっちゃ爽やか。そうだでしょ、うん、そうだそうだ、ね、そうだそうだ。なんか本人たちも、はい、本人たちも何だろう、なんか飲料水系の CM が多分やりたくて、あ、なんか自分でこの曲をなんかいろんな映像に合わせてツイッターやったりとかしてるんですけど。へえ、めっちゃいいですよ、爽やか。いや、爽やかですね、うん、めっちゃ爽やか。なんか学校の屋上とかで PV 撮影とかしてほしい、うん、いろいろ映像撮ってほしい。
この曲を流して。え、なんですか？なんか変なこと言いました？ミュージックビデオ見てください。あ、見ます。屋上で撮ってます。え、マジですか？え、すごい。え、本当ですか？いや、いや、いや、知った…え、知ってない、知ってない、知ってない。だってこれもらったのちょ結構あれじゃないですか。私見る時間なかったから。見る時間…あ、そうなんだ。そうそう、見てないです、見てないです。いや、でも本当いいっすよ。いや、ほんと そのまま学校で撮って、僕その現場で行ったんですけど。え、ちょっと、ほんとに知らなかったですから。あ、そうなん。いや、うん、いいプロデュース能力あるじゃないですか。プロデューサーとしての道が開けたっていう。いやいやいや、そうなんで、ライブ、3月1日、明日かな。あ、うん、はい、近松でやってます。あ、明日、はい、3月1日、はい、夜ですか？夜です。あ、そうです。ちょっとお近くにいる方、どこのライブハウスとか、はい、ね、下北沢の近松、下北の近松っていうところでやってるそうです。はい、はいはい、よろしくお願いします。めっちゃ爽やかですね。あ、僕あの撮影で行くんで。え、あ、そうなんですか？あ、まあそれで兼ねて。いいことしとかないとね。なるほどね。はい、はいはい、じゃ あの下北行ったら吉尾さんもいるということなので。そうです。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあこの次、I stand here、 愛しておくれ流れますかね。あ、こんばんは。あれ、知り合い？ああ、吉尾さんの知り合い。あ、流れた。これね、あの愛しておくれっていうバンドなんですよ、はい、あの中山さんとね、小畑さんとね、中澤さんとね、星見さんがやってるバンドなんですけど、はい、この間星見さんが結婚発表されました。 おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。僕ツイッターで見ていいのをしただけなんですけど、はい、いや、もうコメントもしてください。ここでよかった。あ、なるほど、ここでおめでとう言えて、はい、ね、前身のバンド、グッバイ藤山っていうバンドがあって、はい、まあ、その時からお付き合いで、はい、めっちゃ仲良く、よくしてくれる。ほうほうほう。いい意味で、なんか後輩としてめっちゃいじめ…いじめ…いじめてくれる。いや、それなんか怪しいな。いや、なんかね、あのフランクで絡んでくれて、めっちゃ素敵な人たちなんですよ。はい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 、はい、で、まあ新しいバンド始めて、はい、なんかライブめっちゃ楽しんで、はい、僕もイエーイってたまに行くんで。みんなで。それはもともと知り合いなんですか？それとも仕事で絡んで？あ、仕事したことないです。あ、ないですか？そう、なんかね、あの、ある、あの、他のバンドの撮影で月に5回ぐらい会う時があって、うん、あ、どうも。それで仲良くなりました。へえー、あ、そうなんだ、はい、これも近々ライブあったりするんですか？チェックし忘れました。なるほど。愛して、でも愛しておくれっていうバンド名っていうのが珍しいですね。そうですね、うん、なんか有名なんですね、あのバンドさんの、うん、まあ、曲名をそのまま本人からあの譲り受けたみたいな感じで。はい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 。で、ちなみにベースのケンスケさんは僕のこと大好きです。ケンスケさん、聞いてくれてますかね？でも聞いてくれてますよ。あの、僕の名前で中磯って名前でツイッターやってるんですよ。めっちゃ好きじゃないですか？いや、好きすぎるけど、ちょっとどういうことになってますけど。中磯公認裏アカです。中磯じゃないのに中磯で名前でやってるってことですか、うん、ツイッター。そう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 。どういうこと、ちょっとぶっ飛びすぎてで、ね、ちょっと思考がついていけてないですけど。あ、ありがとうございます。愛しておくれ、はい、いやいやいや、すごい。ちょっとチェックしますね。じゃあちょっと愛しておくれ、ちょっと愛しておくれは、うん、はい、何系バンドっていうんですか、ジャンル的に。青春パンク。あ、パン、うん、青春パンク、多分、多分。おー、なんかね、あの、すごい、すごいやってる。どうも、ありがとうございます。いっぱいだ。嬉しいね、あの、愛しておくれっていうバンドをぜひ。あ、別に吉尾さんのバンドじゃないけど。青春パンクね、でもいいですよね。私なんかそのロックっぽいのとかパンクとか、あの高校の時好きで聴いてて、へーっていうか、なんか友達が聴いてて、それをなんか一緒に聴くみたいな。青春。そうだ、聴いてください。あ、そうだ、ちょっとそうだね、あ、はい、あのもう遠いですね、もう10年以上前ですけど、学生なんて。まあ今からですよ、僕たちの。そうっすね、はい、そうっすね、はい、はいはい、今じゃあパスピエ和太鼓集団オリジン、サングラス、愛しておくれ、はい、吉尾さんのおすすめアーティストということなので、ぜひ皆さん聞いてみてください。あと1個抜けてます。え、で、こっからあれですよね、ザ・ソングバーズの話をちょっとさせてください。おぉ、ザ・ソングバーズ、はい、これ音源の許可できなかったんで。はい、あー、だから曲なしって書いてあるのか。はい、はい、僕歌います。マジっすか？歌ってください、ぜひ。と思ったけど、今歌詞が全部飛んで、はい、いやいや飛びました。ドゥ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 
ちょっと待って放送事故みたいになってる。ちょっと待って、私今すごい汗がすごくて、もう今吉尾さん何考えてんだろうっていう汗がすごくて、そうそう、まあ、でもザ・ソングバーズ、ね、でソングバーズ、はい、あの今度あのワンマンライブ3月14日渋谷クワトロです。ホワイトデー、はい、はい、あ、そっか、ホワイトデーです。お返しですね。お返しあ、ソングバーズからいいよね、お返しあるんでしょうね、いい曲をね、はいはい、提供するっていう、うまいこれ、ね、どこでですか。渋谷クラブクワトロ。あ、渋谷、はい、そうそう、そこ、そこだ、そこですね、はい、そこそこ、じゃ渋谷クワトロでライブがあるらしいので、はい、はい、これは何系のバンドなんですか。本人たちはめっちゃビートルズが好き。あ、じゃあビートルズ好きの人は結構気に入るかもしれない、うん、まあその中でもまたオリジナリティがあるんで、はい、まあ、しっかり、まあ、1回聴いていただけたら、はい、ね、なるほど、武道館とかね、はい、行くんじゃないですか。行きます、うん、行きます。仲良い人が言ったら行きますキリンが言ったら行くかも。キリンが言ってんだから行きますよ、武道館に、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、というわけでちょっとじゃあ、あとラストね、これについて語りたいって言ってたんですけど、お便りコーナーもあるのでちょっとね、プラソニカさん来ました、はい、このコーナーもう力入れてます、はい、プラソニカのこの、この僕らはポップっていう曲の PV がね、 PV についてめっちゃ語りたいっていう、ね、そうなんですよ、まあ、僕ちょっと監督して、はい、まあ、今年一番最初かな、1本目の公開になったんで、まあ、これを機にちょっと語りたいなと思って、はい、では早速流してもらいましょう。はい、流してもらいましょう。これめっちゃ撮るのが難しかったって。いや、そう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 、めっちゃ見まんじゃけど可愛いですよね、これ。これもなんか青春っぽい感じの。はい、じゃあまずストップまずそうそう、なんかこうやって止めていきますからね、はい、これどんどん映像見ながらお願いします。はい、でまずプラソニカ自体が映像にするのめっちゃ難しいんですよ。はい、なぜかっていうと17人、はい、全員で17人、そう、はい、しかもそのうちシンガーが12人、おお、多い、楽器5人、はい、で、まあ、ダンスとか知ってる人たちならそれを撮ればいいけど、はい、さっきもちょっと、ね、パスピアの時言ったけど、もうシンガー撮るのって結構むずいんですよね。いろんな工夫がいるって。ほいほいほい。でその映像全体のコンセプトどうしようかって言った時に、まあ、どうしようって本当になったんです、うん、だったらもうしょうがないから、うん、何かみんなにやってもらうのがいいかなと思って、それ確実だなって思ってたところに、向こうからの提案で、はい、それだけほぼ決まってたんですけど、大型バスをまず使いたいみたいな、うん、あ、今バス、そう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 、ね、大型バスで移動するシーンを使いたいっつって、うんうんうん、やってくれたので、まあ、そのおかげで僕にない発想だったんで、はい、それからのいろんなスタートだったので、まあ、結局ファン感謝イベントみたいなのをみんなでそのやるっていうコンセプトになったんですけど、うんうんうん、あー、なるほど。あ、これはファン感謝イベントに行くバス、あー、うん、なるほどなるほど。だからもうこっからもらったアイデア、全体的に、だからもう、うん、まあそのね、最初作ってくれた、うんうん、案をくれたスタッフさんに感謝。あ、なるほど。大型バス。大型バス、いいチョイス。いいチョイス。ちょっとじゃあ続きそのまま流してもらいましょう。お願いします。はい、前からこっち全体が出るから。ここストップストップストップ。早ストップ。早ストップ。早ストップ。ここだけ、ここだけ、トゥル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 っていうところがこの、はい、今後のずっと出るんですけど、はい、ここだけ画面の切り替えはオンじゃないんですよ。オンじゃない。トゥールって普通多分切りたいっていうか、その一つの音楽的な、ね、小説で言うとそれ切り替えていくんだと思うんですけど、はいはいはい、もうここだけちょっと雑っていうかちょっと前乗り気味で、はい、ちょっとあえて変えてるんですよ、行きたいって、早く行きたい、行くぞみたいな、そういうのを表してのそうそうそうたくてやってるんで、編集ミスじゃないけど、まあこれをみんなが雑と見たらそれはごめんなさい。なるほど、まあ、これこだわりの部分、中磯こだわりの部分、中磯こだわりの部分がもう始まって早々17秒ぐらいであるよっていう、そこから、あ、なるほどなるほど、ね、そういうこと、はい、このまま行きましょう、はい、はい、いや、まあ楽しいね、なんか自然な感じいいですよね、ね、そういうことですよね、はい、お、ストップ早いな、はい、4分半ありますからね。いや見ました、今めっちゃいい顔、夏美さん、どの人が夏美さんいや一番いい顔されて、右から2番目かな、
あ、これ本当にガチドキュメンタリーっていうあれだったんで、はい、これは本当材料をあ初めて見たリアクションなんですよ。あ、じゃあめちゃめちゃいいリアクションをしてるわけですね。はい、はい、で、まあこれ今からどんどん作っていくんですけど装飾を、はい、今回その美術を担当してくれた松島千秋ちゃんという、はい、子がいて、まあ、ずっと長いから長い付き合いなんですけど、はい、もうその子に全部いろいろ任せたんですよ。で中磯は、はい、その規模が小さくならない感じ、ほんほんほん、なんか予算に合わせて小さくなんか向こうやっちゃうじゃないですか、はい、でもガンガン行こうぜっつって。あ、なるほど。で予算オーバーするどうしようって予算オーバーしたんかいっていうのを考える係でした。でもこの自然な感じの撮り方すごい素敵ですよ ね。みんなの表情映ってる感じ、ね、センスある、はい、めちゃめちゃセンスセンスあるって私が言うのもおかしいけど、あ、ちょっとカメラマンさんこの時ね僕含めて6人いたんですけど皆さんすごい上手で、あ、そうなん、めっちゃ助かりました。ちょっとじゃあ続き見ましょう。はい、はい、ね、こうやってもう各自にですねいろいろやってもらってるんですよ。こういうの見ると文化祭とか思い出しますね。いや、そうね、そういうのもいい感じ、ね、はい、あ、今止めましたけど大体止めるのって今のところです。あ、なるほど。 あとはもうずっと流れるみたいな。はい、で、まあここねまず盛り上がるところですよね。で、ここの絵だけはもう決めていきました。全員でやるみたいな。はい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 、ね、他なんか本当に自然体のあれを撮りたかったんですけど、まあ、曲的にやっぱり1サビってやっぱどうしても重要だし、はい、その映像を見てあとその残りの時間をミュージックビデオを見るかどうかをやっぱり視聴者さんは考えると思うので、はい、まあ、そこはしっかりこういう人たちがいますよって、こういう仲良しグループで、仲良しグループって語弊がありますけど、こういうグループでやってますよみたいなのをしっかり伝えたくて、あの絵はあれでっていう感じですね。しかも学校ってのがいいですよね。ね、あ、これね、めっちゃ可愛い今。そう、ミキマリアさん。ミキマリアさんっていうんですけど、っていうかやっぱりこう17人あると、はい、どの絵を使うかって結構難しいじゃないですか。はいはいはい、でもそうなるとこうやって僕は音のリズムに合わせてなんか映像の強いやつ、はい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 、まあ、顔が一番近くてバーって言うと強いし、弾いて誰の顔か分かってない人は弱いと思うんですけど、その強さっていうそのリズム感っていうのも、うん、尺の長さプラスそういうのあると思ってるんです。で、ああいうパンって使いたいのをちゃんとやれる子はやっぱ天才だなと思って、うん、おー、ミキマリアさん。そう、ミキさんとね、あとね、生田リラさん、おー、あ、持ってる。あとね、高村風太くん、ミクちゃんと生田ちゃんと高村くん、もうみんな上手なんですけど、うんうん、非常に助かりましたこの3年に。なるほどね、はい、っていうのをお伝えした。高村くんどれだろう。ね、まあ、でも女子の方がやっぱ比率高いんですね。男性4人とかだったかな。ですよね、はい、高村くん、あ、ストップ。え、どれだ誰もいない、無人な時にちょっとストップした。もうちょっと前、1秒、あ、これ、中央、中磯です。え、これ中磯さん。はい、一番喜んでるの僕いやいやいや、一番テンション高いの本人、カメラマン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、そこそれだけですね。いや、でもこれだけ、はい、でこれ実際に、あ、続けて大丈夫ですよ。お客さんっていうか普段お世話になってる。ああ、なるほど。招待制のライブにしたので、はい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 。で、止めないですけどこれ公認キャラクター、プラソニカ公認キャラクターの後藤さん。この人ですか今の。プラソニカ。そうで、知恵さんって方が、はい、このしましまの奥でわーってやってる人、はいはい、しましまのそうが考えてくれたイラストを、その美術の松島千秋ちゃんにこういうのをやりたいっつって、あ、具現化して、そうそうそう、でやり方まで全部考えてくれて、非常にね、いい顔してるんですよ。まさに青春ですね、うん、なんかこれ見てるとね。もちろん、風太くん、めっちゃいい、もちろんアーティストいいんですけど、お客さんのりいいと思いません？いや、めっちゃ盛り上がれると思う、このライブ。逆になんかこの ライブとかあるんですか？ライブ、あ、そっか、はい、この時間に告知すればいいか。そろそろね、お便りもいかないといけない。で、プラソニカーニバル2020、プラソニカーニバル、はい、はい、フォースアニバーサリーフェス開催決定しました。わー、うい、
アニバーサリーフェス。 ありがとうございます。わ、優しい。みんな拍手して、ありがとうございます。これ全員出るんですか？多分あの、はい、まあ、いろんな状況あると思うんですけど、はい、2020年8月24日おいマイナビブリッツ赤坂。ああ、あそこでやるんですか？すごいよね。いや、すごいすごい、うん、すごい。夏か、8月ですね。はい、わかりました。開け取ってください。僕それ呼ばれるかどうか分かってですけど。いやいや、呼ばれましょうよ、そこは。いやいや、そうね、こんだけ語っといてプラソニカについて語ってんのに呼ばれないって切なすぎません？まあまあ、いろいろありますからね、このね。まあそうですね、はい、いやいや、まあ、でも8月のね、そのアニバーサリーフェス、はい、はい、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございました。そのわけで、ズンツクタンタカトンツクパン、ミナハルユキと中井さんのお便りコーナー。イエーイ。うわー、あんなにタイムスケジュールいろいろやってるのにめちゃめちゃオーバーしてますからね。いや、いけてる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 、だいぶオーバーしてますよ。はい、というわけでちょっとね、あの最初に読みたいと思います。え、何通来たんですか？いや、じゃあなんかあの吉尾さんがあの僕なんかすごい絶対お便り来ないからって言って、変なツイッターでなんか募集を変な募集の仕方を。いや、めっちゃ頑張った。そう、すごい頑張ってくれたおかげでめちゃめちゃ届きました。ありがとうございます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 。はい、なんですけどちょっと読み切れない可能性もあるので、一応とりあえずね、はい、はい、パパッといきたいと思います。はい、匿名さんなんですけど、もう読んだら多分分かるのかな。中磯くんと僕は小学校からの同級生です。おい、僕は山口県にいるからラジオ聞きませんが、どんどんビッグになる中磯くんをずっと応援しています。質問というかお願いです。地元の山口県なんていうの、あ、田伏町ですね。田伏町の良さを大都会東京から声を大にして伝えてください。楽しみにしています、とのことです。多分ですけど、はい、そいつ田伏町の人じゃないです。え、じゃないんですか？どうして？まあ、でも田伏町の山口県、田伏町なの。ああ、まあ、頑張るぞ。山口県の良さをって言って。いや、まあ、いい町ですよ。じゃ、山口県は何が美味しいんですか？わかんない。いや、特にない。え、本当に、いや、フグ？フグ？フグ、ああ、フグ。そうですね。じゃあ大都会東京から山口県はフグが美味しいと。声を大にして言います。はい、言ってください。はい、じゃあちょっと匿名なんで、あのちょっと後でなんかこの人かなって人に連絡してみてください。はい、ちなみにあの公式サイトから一応見れると思うんで、はい、はい、ぜひぜひちょっと見てくれと言ってください。はい、じゃあちょっとラジオネーム魚肉さん、はい、皆原さん、中磯さん、こんばんは。こんばんは。中磯さんに質問です。はい、35分間のライブだったら何枚ぐらい写真を撮るんですか？カメラマンの方によってバラバラだとは思うんですけども、普段見ている写真は何枚撮った中の激戦写真なんだろうと気になっていました。よければ教えてください。あ、これはめっちゃいい質問。あ、でも私も気になる、なんかこういう聞かれ方すると。あ、僕は2000枚。35分で2000枚。うん、いや、やばいっすね。まあ、1500から2000。いや、やっぱ桁がでも違いますね。まあ、いろいろ考え方あると思うんですけど、はい、僕はその時間で一番なんか輝いてる場所を撮ってるんで、はい、だからもう常に落ちてる感じですね。なるほど。まあ、これ中井さんの個性です。あ、なるほど。でもやっぱ全然違いますよね、はい、カメラマンさんによって。まあ、400とかで多いとか言われるのか、400、500とか2000。あ、でもそれ聞くと2000ってやばいですね。うん、な、僕より多く撮ってる人はあんま聞いたことないし、まあ多分無駄って言われるいろんな人けど、俺はそれで気が済むし、もうそれでちゃんと仕事と思って、ね、うん、ベストを尽くしてるから、はい、逆に、ね、写真が撮れなく、いい写真が入らなくても、うんうんうん、気にしないっていうか、あんまこうもうベスト尽くしたって毎回言える。ああ、なるほどなるほど、はい、こんだけ撮ってるからベストをまず尽くしていると、はい、いい写真も撮ります。はい、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。2000枚だそうです、魚肉さん。あとこれも写真についてですね。ラジオネームキーさん、みなちゃん、中磯さん、こんばんは。こんばんは。ここ最近は暖かい日が続いていたのに、また冬将軍が逆戻りって感じですね。体調は大丈夫でしょうか？いろいろ体調管理気をつけないとですね。今日はライブ写真を撮られている中磯さんがゲストということで質問です。あれ、質問ですって書いてあるけど、この質問ですの先がどこにあるの？2枚目とか。あ、これか。最近ライブ中の撮影 OK のライブにたまに行くので写真を撮ってみるんですが、ライブ中は目まぐるしくライトが変わるので、顔が暗かったり動きが激しいのでブレてたりと、うまく撮れてる写真があんまりないという状況です。中磯さんはライブ中の写真を撮るときに気をつけてる点などありますか？参考までに撮影時の設定です。これ、あ、ISO が1600で絞りが4って、シャッタースピードがアウト。はい、キーさん、
だそうです。まあ、ライブ写真っていろいろあると思うんですけど、はい、あのブレの写真もいいって今風潮にもあるんで、まあ、それは全然あのそれであの、ね、あの雰囲気がいいんで全然 OK だと思います、うんうんうん、ただ僕はそういうなんかそういうね、あのレポートとかでしっかりあの表情とか撮らないといけないっていう時は、はい、シャッタースピードベースであの320とかあの辺で合わせてそこから ISO を調整するとかそういうイメージですね。はい、うーんってうなずいてる。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。まあ、シャッタースピード結構大切ですね。シャッタースピード、でも撮り方あの素敵だと思います。多分素敵な写真撮れてる。うん、なるほど、はい、ちょっとじゃ あのキーさんにも公開していただいて写真をいっぱい。あ、そうですね、はい、そうです、ありがとうございます。恥ずかしいな。、ね、やっぱでも写真の質問多いですね。あ、嬉しい、はいはい、これもそうですね。なラジオネーム Z さん、皆原さん、中磯さん、こんばんは。こんばんは。中磯さん、いつもお写真拝見しています。ありがとうございます。ありがとうございます。自分もカメラをやってるので質問なんですが、中磯さんの写真は他のカメラマンさんが撮った写真に比べて被写体がとっても生き生きしてるように見えます。なるほど。わあ、めっちゃいい。嬉しい嬉しい。これは何かコツとかあるんですか？よかったら教えてください。応援してます、とのことです。これ自分で送りました。え、何が？嘘です、嘘です。びっくり。やめて。めっちゃ嬉しい。やめて、やめて。ありがとうございます。はい。あ、でもね、これちょっと難しい問題で、難しいっていうか、はい、写真は出すんですよけど、うん、その多分ツイッターとかインスタとかかなでご覧になっていただいてると思うんですけど、うん、それ実際選ぶのはメンバーでありマネージャーさんなんですよ。あー、はいはいはい、うん、そうですね。多分今世の中にある中磯の写真ってこんなのだなっていうイメージを作ってくれてるのは、はいはい、そのマネージャーさんとか本人だったりとかなんで、もう中磯がそれいいって写真がいいって言ってもらえてるんだったら、もう本当あの周りの方に感謝です。あ、なるほど。まあ、でもそもそもそんな生き生きしてる写真を撮ってくれてるっていうことがすごいですからね。だってなんか緊張する時とかあるじゃないですか。いや、そう、いや、ね、いや、こっち側が、うん、あ、実際無理。だってなんか、うん、ありますよ、なんかその、あれあれあれ、私ついこの間、うん、メイクさんと作品撮りしてきたんですけど、 はいはいはい、あの時は女のカメラマンさんで、うん、はいはい、めちゃめちゃ喋り面白いし進め方が上手いから、なんか撮っててなんか変に緊張しないから楽しいんですよ。でなんかすんなりバッてめっちゃ短い時間で終わったけど、めっちゃいい写真あるみたいな。あ、なるほど。そうそうそう、いや、上手い方だったんですよ。めちゃめちゃ撮ってて楽しかったですね。だからそういうことですよね。だから、まあ、でもね、あの僕あの大きいフェスに初めて出るその若手バンド、なんかサマソニーとか初めてオーディションとかで出るみたいなバンドの方撮るんですけど、はい、やっぱ緊張してると普段よりいい表情は入らないんです。あ、なるほど。いや、まあ、まあその技術不足というか見つけれないかもしれないですけど、魔法使いじゃないので、うんうん、ちょっと難しかったり、うん、でも僕そうやって毎回ベスト尽くしてるんで、はい、もうそれ何か言われても僕はまあまあ、うん、やるだけやったぞ、やるだけやったっていうので、何言われても気にしないっていう。なるほど。いや、素晴らしい、嬉しい質問です、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ最後、これもでも写真のことですね、はい。ラジオネームわがままさん、わがままさん、はい、ゆきさん、よしおさん、こんばんは。こんばんは。いつもよしおさんの写真を見て感動しています。早速質問です。ライブ写真を撮ってる時に、例えば替えのレンズ忘れたなどやってしまったなと思うことはありますか？それはどんなことですか？あと私もカメラが好きで、旅行の時やめいっ子たちの発表会などで写真を撮るんですけれども、なかなかうまく撮れません。撮り方のコツを教えてください、とのことです。やってしまったなか、はい、あります？なんか、いや、最近はないですけど、はい、あの夏フェスで外で撮ってる時に、あのカメラ3台か4台僕ぶら下げてやってるんですけど、おー、はい、そのうちのメインで使ってるカメラが熱で動かなくなって、初めて見る表示みたいな、で使えなくなって、はい、めっちゃ焦って、めっちゃトラブルじゃないですかそれ。で、頑張った記憶がある。頑張って、それはもうそのカメラ使わないでもう2つで頑張るってことですか？でも、でも他の2つもその機器にあるってことだから、うん、あ、まあ、そういう、ね、あの危機管理能力はちょっとなかったっていうのを露呈した。じゃあ例えばなんかこのめいっ子ちゃんたちの発表会をうまく撮る方法みたいな。あ、なんか私とかだと多分ズームにしすぎちゃうんですよ。あのね、いや、ま、あのね、そう、あんま入れない方がいいです。あの全体の8分、全体のその被写体がね、8分の1ぐらいその人がいるような写真があると大体いい感じ。
大体いい感じ撮れます、うんうん、あじゃあまあズームに過ぎるのはあんま良くないと、まあ、もう狙っていいんですけどしっかり抑えたい場合はそういうぐらいでキュッて やっていただくといいかもしれないし あまあいやちょっと今の言い過ぎたな、まあまあいろんな写真が大丈夫ですとにかくあれですよ ね, その発表会をで踊ってる時間、うん、そうそうそうひたすらシャッターを結局何を撮ったかじゃない誰が撮ったかが重要ですからなんかいいこと言おうとしてますけどめちゃめちゃいやもうそのこの撮ったらその愛情ある写真撮らせてもらって、はい、めっちゃ一生嬉しいなっていうなるほど、はい、もういい写真です、はい、それがはいだそうですラジオネームわがままさんありがとうございます、はい、ありがとうございますはいそんなわけで本当にめちゃめちゃあのお便り今日来てるんですけどちょっとお時間なんで、はい、ちょっと全部読み切れなかったんですけどねあの送ってくださった皆さんありがとうございます。はいそんなわけでもうバタバタと告知コーナーに行ってしまいますけどもはい吉尾さんなんか告知あります？まあ、吉尾さんのでも吉尾さんじゃなくてもそのさっきのおすすめのアーティストさんのキンキンの人たちのいや僕の告知ってないですね。はい、多分何かあったらまたラジオ来ます。あぜひぜひ、はい、今日ぶっちゃけ今日語り尽くせてないですもんね。ま、でもなんかそのまだね皆さんが聞いたことないかもっていうアーティストさんのそのねバンド名、ま、聞いてもらえたりとか、ね、はい、はい、もう近々ライブあるよとかも聞けてもらえたと思うのでそうですね。はい。はいね、じゃあまた吉尾さんが来る前には私もまたお知らせするので皆さんぜひ聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃちょっと私も告知ちょっとしていいですか？していいですか？もちろん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 、もちろん。はい、で、冒頭に言ったんですけども戦国バサラ4月の舞台のビジュアルが公開されました。あれ見たんですけど写真、はい、白い人？髪が黒い人？髪黒い人？髪真っ黒です。髪黒い人ですよね。真っ黒、真っ黒です、真っ黒。ねすごい写真ですね。そうなんですよ。いや、いいですね。いやいや、なんかちょっと私ああいう強い感じの女の人やったことないんで。へー。そうなんですよ。そう、ちょっとチェックしてください。はい。と、あと明日、その先ほど言ったミュウのライブ配信が明日の14時から YouTube の方でやりますので、見てください。そして、3月の末に防衛省オフィシャルマガジン守るの5月号の表紙と関東から掲載されていますので、そちらもぜひぜひチェックしてください。とのことです。はい。そしてね、あれなんですよ。私がたまに連絡でちょっと使ってるミナクマの LINE スタンプあるじゃないですか。僕買ったやつですね。あ、そう、買ってくれたんですよ。はい、買ってくれまして、皆さんも ね、買ってくれてると思うんですけど。買うことによってね、何百円かでコミュニケーションが円滑にできるのは安いもんですよね。そうですね、ありがとうございます、皆さん。はい、それね、公式のツイッターか何かができますので、はい、はい、ぜひフォローしてくださいね。ああ、ツイッターですか、はい、その、はい、もちろんです。ミナクマの、はい、もちろんです、はい、してください。楽しみだ。はい、ということで、それ中の人ってことですよね。あ、それはちょっとまあ、またということで、はい、ミナハラユキのミナラジオ毎週金曜日やっております。来週もぜひぜひ聞いてください。ということで、じゃあまた来週。今日は吉尾さんありがとうございました。ありがとうございました。